どうもワッキーかいやまです。ワッキーかいやまの懐かしのガチャガチャ紹介のお時間でございます。さあということで今回も花子とルルさんからやってます。昔のコスモスのガチャガチャいきましょうね。さあ今日は何が来るでしょうか。これかなりマニアックな出ましたけどね。マニアックな、はい、こちらね、すごいですよ。ナイフ型缶切り、ね、一応あの定価500円ということなんですけど、ナイフ型缶切りがコスモスのガチャガチャからあるんですね。よいよい、いやーリアルにこれナイフ型の缶切りですね。一応あのナイフなんですよね。これをこうピッて缶切りでね、ただねこれきちんとね缶を切った思い出がないんで、まあ、ギュッてやったらグッて曲がっておしまいみたいな感じのアイテムなんですよね。これなんかね持ち手の部分にちゃんとコスモスっていうのも入ってるしね、出来はねまあまあの重さなんでね、ちょっと武器にも使えるかなという感じでございますけども、いやしかしもうありとあらゆるものをコスモスのガチャガチャ作ってましたけども、当時ね缶切りが当たったっていうことでね、どうしていいかわからない、そんな少年の心を思い出しますね。はい、後ろのイラストもなかなか80年代のテイストがあっていいと思います。今回ご紹介したのはナイフ型缶切りでございます。チャンネル登録よろしくお願いします。